こんにちは、カートレスタジオのカメラです。今日ですね、とっても効果的な腹筋の方法を紹介します。で、この腹筋はですね、誰にでもできる簡単な腹筋でですね、すごく効果的な腹筋なので、ぜひやってもらいたいです。そしてですね、なぜ効果的なのかを先にお話ししようと思います。まずですね、腹筋というのはできるだけ早くするパターンとゆっくりするパターン、2種類あります。そして腹筋がつくっていう方法はですね、できるだけ早く負荷がかかった方がですね、腹筋がつきます。そしてですね、いつも皆さんやってると思うんですけども、座った状態から起き上がっていくっていうのはですね、いわゆる反動がない状態です。そして今回する腹筋である反動をつけて腹筋をします。どこが違うのかというとですね、力の加わり方が全然違ってきます。例えばですね、しゃがんだ状態からジャンプするっていう人と、立った人がしゃがんでその勢いでジャンプするっていうパターン、どっちがジャンプ力が上がると思いますか？だからどっちが高く飛べると思いますか？もちろんしゃがんだままからジャンプする人よりも、一回しゃがんでその勢いで上がった人の方が高く飛べます。腹筋も一緒です。座ったままから起き上がるんではなく、反動をつけて起き上がっていく方がより早く大きく動けます。なのでそっちの腹筋の方が効果的なんです。ちょっとやってみます。まずですね、手を頭の後ろで組みましょう。ここから脇をしながら、こういう腹筋はいわゆるしゃがんだ状態からジャンプをするっていう腹筋の感じと思ってください。ここからお尻を上げてですね、お尻を下ろすと同時に起きます。こういう感じです。こういう腹筋の方がですね、立った状態からしゃがんでその勢いでジャンプするっていう勢いでですね、腹筋が同じ状態になります。反動を使って腹筋を起き上がる、いわゆる早く起きれるので、よりお腹に負荷がかかります。こういった腹筋がとっても効果的です。そして寝たまま起き上がる腹筋よりも比較的簡単にできます。お尻が落ちたてこの反動で上がれるので、より早く簡単に腹筋ができます。なので腹筋が苦手な人でも効果的な腹筋と言えます。これをですね、回数ではなくって15秒でできるだけたくさんやりましょう。ちょっと行ってみます。まあ、およそ15回ですね、を早くやっていきます。できればですね、皆さんも一緒にやっていきましょう。お尻を上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。はい、といった感じです。はい、といった感じでですね、できるだけ早くこういった腹筋の方法がですね、簡単に腹筋がついていきます。なのでこういった感じを真似してですね、1日5回でもいいので毎日やってもらうことがですね、腹筋が、少しずつついてお腹が引っ込んできますので、皆さん頑張ってください。今日もご視聴ありがとうございました。そしてですね、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録をしてください。コメントや相談などお待ちしておりますので、どんどん、投稿してください。ありがとうございました。